はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。最近は SBI 経済圏が人気って聞いたけど、どう始めればいいのという方にお話していきます。この質問はよくもらうので、気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では、SBI 経済圏でポイントをお得に貯める方法を、 初心者向けにわかりやすく解説しますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょうでは、このパートで SBI 経済圏の始め方、ポイントをお得に貯めていこうという話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。 SBI 証券や三井住友カードのナンバーレス、住信 SBI ネット銀行を利用した SBI 経済券が最近は人気で、資産運用や日常の支払いの延長でポイントを効率的に貯められる。まず始めたいのは SBI 証券での暮れ活み立って、また投信マイレージポイントや三井住友カードの最大5%還元も知ろう。う貯まったポイントは、 三井住友カードの支払いに当てたり、ポイント投資にも回せるので、無駄なく使うことができる。この結論をもとに、話題の SBI 経済圏を丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、最近は SBI 証券がポイント還元で人気です。こちらがネット証券における最新の、クレカ積み立ての還元率など、主要なポイント還元の比較ですが、楽天証券は今年、 ポイント還元の変更が続いたこともあり、現状は SBI 証券やマネックス証券が人気となっています。特に SBI 証券は一緒に利用できる三井住友カードのナンバーレスや住信 SBI ネット銀行も含めた、いわゆる SBI 経済券に注目が集まっています。僕も先日から SBI 証券のクレカ積み立てを始めており、毎月500ポイントを獲得しています。年間で計算すると六千ポイントが 資産運用の延長でもらえます。このクレカ積み立てについては、後ほどまた詳しく解説します。そんな SBI 経済券の始め方なんですが、SBI は楽天経済券ほど様々な関連サービスはないので、以下の3つのサービスをまずは利用すれば OK です。1SBI 証券、投資信託の積み立てを三井住友カードの決済に、丸に三井住友カード、クレカ積み立てのかコンビナオで利用すれば、 最大5%の還元があり、丸3、スミシン SBI ネット銀行、SBI 証券との連携が可能。これらを順番に見ていきます。まずは、丸一 SBI 証券でクレカ積み立てを始めよう。今、SBI 証券のクレカ積み立てが大人気で、こちらの三井住友カードを使ってできるんですが、最初に SBI 証券のクレカ積み立てのおさらいからしていきましょう。はい、こちらが SBI 証券における、 クレカ積み立ての還元率ですが、普通の三井住友カードだと0.5%、ゴールドは1%、プラチナは2%の還元になります。ただしプラチナは年会費がかなり高いため、最近人気なのはこちらのナンバーレスのゴールドで、これならクレカ積み立て1%還元がもらえるので、ゴールドを検討してみるのもありでしょう。しかしゴールドカードは年会費が5500円かかるんですが、 年間100万円の利用で、翌年以降は無料になります。ただし、次にまた詳しく解説しますが、くれか積み立ってのカード利用額は、100万円利用の対象外なので気をつけましょう。翌年以降の年会費を無料にするための、年間100万円利用の対象となる一覧がこちらです。例えば、家族カードや、税金、家賃、公共料金の支払い、飲食店などの支払いはもちろん、 他のキャッシュレス決済へのチャージも含まれるようなので、基本ほぼ全てのカード利用が年間100万円利用の対象にはなるようですが、やはりクレカ積み立てにおけるカード利用はここには書かれていないので対象外のようです。そこで特に注目したいのはこちらの Amazon ギフト券の購入チャージです。Amazon を普段から利用する人ならこれだけで達成のハードルはぐんと下がるでしょう。なので日常の支払いを極力 ゴールドカードで支払って最後に足りない分をマギフのチャージで済ませるのはありだと思います。マギフのチャージ m アマゾンで使える有効期限は10年とかなり長いので期限が切れる心配もほぼないとみていいでしょう。このように三井住友カードのゴールドの年間100万円の利用はマギフのチャージでも OK のようです。そんな僕も SBI 証券のクレカ積み立てはゴールドで利用しています。 自分は先日、住民税の支払いなど、税金の支払いや、他の買い物なども含めて、年間100万円の利用を達成しました。今は、月5万円のクレカ積み立てをしているので、このように毎月500ポイントがもらえています。ちなみに、三井住友カードの利用でもらえるのは、V ポイントという、三井住友グループが発行するポイントなんですが、僕はもらった V ポイントは、三井住友カードの支払い額に当てています。 ただし V ポイントは他の使い道も色々とあり、例えば SBI 証券でポイント投資に充てるのもありでしょう。参考までにこちらが僕の SBI 証券におけるクレカ積み立ての実績ですが、銘柄は Emaxis Slim 米国株式のみを選択しています。9ヶ月間コツコツ買い続けるだけでもプラス4.9%で、 22,260円の含み益が出ているので、あまり相場で一気一中をすることなく、積み立てを続けるのが、ベターだと感じています。このクレーカ積み立てがあるため、最近は SBI 証券で、積み立てニーサを始める人も多いので、SBI 証券における、積み立てニーサの始め方は、概要欄の関連動画を見てください。あとはこちらも、SBI 証券で人気なんですが、 投資保有のマイレージポイントについても知っておきましょう。SBI 証券は投資選択を保有すると投資マイレージサービスでポイント還元があるんですが、もらえるポイント付与率は銘柄によって異なります。例えば人気どころの EMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリーは年 0.042%EMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 は年0.034%なので大体いい投資保有金額の 年0.03%から0.04%のポイント還元があると思えばいいでしょう。そのため仮にこれらの投資信託の残高が100万円だと毎年300ポイントから400ポイントがもらえることになります。次にまに三井住友カードナンバーレスの最大5%還元。先ほどの三井住友カードのナンバーレスには他のメリットもあり、セブンイレブンやローソン、 マクドナルドでビザのタッチ決済などで支払いをすると5%の還元となります。ファミリーマートは2 0 2 0年12月15日で対象外となるんですが、その他の主要コンビニはそのまま5%還元なのでかなり美味しいです。ただし5%還元といっても、その内訳は通常の0.5%還元も入っているので、実際はプラス4.5%になります。またこちらのサービスは 家族の登録でさらに、プラス最大5%還元となります。こちらに書いてありますが、入会後、当サービスに登録された2進当以内の家族の人数 ×1% のポイント還元。ただし、この登録は家族それぞれが三井住友カードを持つ必要があり、家族カード会員は対象外で、本会員のみ家族登録ができるようなのでご注意ください。とりあえず、セブンイレブンやローソンなど、 主要コンビニで支払いをする際は、三井住友カードの決済がお得と覚えておきましょう。最後に、丸3、住信 SBI ネット銀行も活用しよう。老舗のネット銀行である住信 SBI ネット銀行には、SBI 証券と連携した SBI ハイブリッド預金と呼ばれる預金があります。この SBI ハイブリッド預金には、 SBI 証券で投資を行う際に自動で振り替えを行ってくれるメリットがあるほか SBI ハイブリッド預金の金利は年0.01%と普通預金の0.001%より少し高い特徴もありますまた SBI 証券で米国株投資をするなら住みシ SBI ネット銀行の人気サービスである外貨積み立てを知っておきましょう外貨積み立ては文字通り米ドルなど外貨を積み立てするサービスなんですが 普通に外貨を買うより、買わ手数料が安くなるメリットがあります。例えば、米ドルの外貨積立は片道3銭となっており、住信 SBI ネット銀行の外貨普通預金だと片道6銭、楽天証券などは片道25銭なので、買わ手数料をかなり安く抑えながら、米ドルを購入することができます。そして、ぜひ知っておいてほしい。 SBI 証券で米国株のおすすめの買い方なんですが、スミシン SBI ネット銀行でドルを外貨積み立てして、そのドルを米ドル定期自動入金で SBI 証券に移し、米国株式 ETF 定期買い付けで購入する。この3つのサービスを活用すれば、買わす手数料を抑えてお得に、かつ自動で米国株の積み立てが可能になるので大変便利です。この SBI 証券での 米国株のベストな買い方は概要欄の関連動画を見てください。また、スミシン SBI ネット銀行の話をもう少ししておくと、スミシン SBI ネット銀行は単体でもかなり優秀です。例えば、他の銀行と同じように、スミシン SBI ネット銀行も ATM 振込手数料の無料回数を決めるランク条件が色々とあるんですが、このランク2にすれば ATM が月5回、他行当ての振込が 月5回無料になります。で、このランク2は生体認証機能のスマート認証ネオの登録さえすれば簡単に達成できるので、スミシン SBI ネット銀行は誰でも ATM が月5回、他行宛ての振込みが月5回無料になります。ちなみに、この ATM というのはコンビニなどに置いてある ATM のイメージだと思ってください。僕はスミシン SBI ネット銀行をもう10年以上使っていますが、 おかげで振込手数料を払ったことがないので本当におすすめです。また、スミシン SBA ネット銀行は利用によってスマプロポイントというポイントも貯まります。スマプロポイントはスミシン SBA ネット銀行が発行するポイントで500ポイント以上から1ポイントイコール1円相当で現金に交換ができます。例えば無料で利用できる定額自動入金を利用するだけで毎月30ポイント。また、先ほどの 外貨積み立てを毎月1万円以上積み立てするだけで10ポイントがもらえるので、こちらも自立もでポイントが貯まっていきます。そうしたら最後に貯まったポイントは何に使うかをお話しして終わりとします。SBI 経済圏にてもらえるポイントはいろいろとありますが、メインはやはり SBI 証券かける三井住友カードのクレッカ積み立てもらえる V ポイントでしょう。 先ほどちらっと話した通り、V ポイントの使い方はいろいろとあるんですが、自分はクレカの利用額に当てています。こちらが実際の僕のカードの利用明細ですが、積み立て額は確かに5万円。で、このキャッシュバックポイント交換というやつで、カードを作った際にあったキャンペーンなどでもらった V ポイント、8855ポイントを充当し、カードの支払額は41145円に減りました。 このように SBI 経済圏はポイントを貯めるところから出口まで使い勝手がいいんですが反対にデメリットもお伝えしておくとまだ楽天経済圏に比べると楽天市場のような EC サイトが SBI 自体にはなくまた楽天ふるさと納税のようなふるさと納税サイトもない点などが少し弱いかなとは思いますただしこれは今後のサービス強化に期待していければと思うのでとりあえずは SBI 証券かける三井住友カードかける住信 SBI ネット銀行はかなり強力なのでぜひ試してみてください SBI 証券の口座解説リンクは概要欄とコメント欄に載せたのでこの機会に申し込んでみましょうはいでは今日のまとめです SBI 証券や三井住友カードのナンバーレス住信 SBI ネット銀行を利用した SBI 経済券が最近は人気で資産運用や 日常の支払いの延長で、ポイントを効率的に貯められる。まず始めたいのは、SBI 証券でのクレカ積みだって、また、投資マイレージポイントや、三井住友カードの最大5%還元もしろう。貯まったポイントは、三井住友カードの支払いに当てたり、ポイント投資にも回せるので、無駄なく使うことができる。はい、こんなところですね。 また分からないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。